平和条約、平和条約、平和条約、ピーストリーティーとは、戦争状態を終結させるための条約。講和条約、和訳とも言う。二つの敵対する勢力、通常は国家や政府が戦争や武力紛争の公式な終結を合意するものである。平和条約は、敵対状態の一時的な停止を合意する、急戦協定、アーミスティスや、 軍隊が武装を放棄することを合意する幸福、サレンダーとは異なるものである。平和条約では以下のことを目的に行われる。また、講和の条件として様々な事項が盛り込まれうる。条約の内容は通常条約を結ぶ原因になった紛争の性格を濃厚に反映する。平和条約や講和条約は戦争や紛争の当事国とは 中立とみなされる地域で批准されることが多い。そしてこれら中立国からの施設が調印の承認として振る舞う。数カ国同士の大規模な戦争の場合、関係国のすべての問題を包括する一つの国際条約や関係国が個別に結ぶ別々の条約が結ばれることになる。現代において扱いにくい紛争状態を解決する際には、 まず一時的な停戦が行われ、両方の勢力がいくつもの個別の段階を踏んでいく和平プロセス、和平交渉によって双方による交渉が行われ、その中で暫定的な休戦協定締結によって戦争が中断し、最終的に互いに望ましいゴールへとたどり着き、平和条約が締結される。ただし、平和条約を締結することが困難である場合には、 別途戦争状態の終結が表明されることもある。日ソ共同宣言や東西ドイツと連合国の戦争状態終結などはその例である。平和条約は内戦において分離主義運動側が敗北した場合には締結されない条約締結という行為は紛争当事者の双方が互いを国家と認めることになるからである。アメリカ南北戦争の終わりのように 普通は負けた側の軍隊が降伏し政府が崩壊する流れで自然に集結する。これとは対照的に分離元の政府が独立政府を承認した場合にはアメリカ独立戦争のパリ条約のような平和条約を締結する場合もある。第二次世界大戦後に国際連合が設立されると国連は国際紛争を解決するためのフォーラムという役割を模索し しばしば和平プロセス及び平和条約締結の場として役立った。国連が作る数々の国際条約や国連加盟国に課せられた戦時における行為を制限し管理すべきという義務は各国が全面戦争を行うという考えを抑制してきたと言える。しかしこれは公式な戦線復刻が多くの場合受け入れられず、それゆえ戦争の終わりにあるべき。 平和条約も作られないことも意味する。朝鮮戦争はその例で、休戦協定により中断されているが、講和条約による終わりを迎えていない戦争である。最も古い講和の記録は古代エジプトとヒッタイとの間で、カデシュの戦い、紀元前1285年頃の後に交わされたものである。シリア地方をめぐって二つの帝国は、長年摩擦を続け、ついに戦いが起こった。 消耗が著しい4日間の戦いの後どちらも決定的な優位を得られないまま勝利を宣言した。しかし解決なしには数年後にも戦争が起こる可能性があり、両国にその余裕がなかったため一応の講話を残して戦争は終結した。この講話はエジプトの文字、ヒエログリフとヒッタイトの文字、設計文字による悪化度語による互いの言語のバージョンが作られ、 両者とも現存している。両者の言語で平和条約が作られるのは今日に至る方式であり、ほとんどの内容は全く同じだが、読み比べると互いに都合のいい部分も見られる。ヒッタイト側の文章ではエジプトがこうて、講和に至ったと書かれ、エジプト側では逆のことが書かれている。この条約は銀板の形で交わされ、エジプトが持ち帰った銀板の内容は、 カルナック伝に刻まれた。エジプトのラムセス2世とヒッタイトのハットシリ3世の敵対状態はこの条約で終結した。18条ある条文のうち、第1条は平和を歌い、互いの神々もそれを望んでいると宣言している。その後の内容は国境の確定、相互不可侵など近代の講話にもあるような内容だが敵対行為の終結のみを取り決める近代の 平和条約以上の内容がここにはある。すなわち、第三の敵がどちらかを攻めた場合、または内戦が起きた場合、両国が共同で防衛に当たるという同盟関係を作るという内容である。また、難民の引き渡しを義務付け、一切の危害を加えないという条件も課されている。これを最初の引き渡し条約と見る者も,もいる。他にも条約が破られた場合の罰則もある。 これは国際関係の研究史上重要な資料であり、国際連合本部にもレプリカが展示されている。平和条約の最も著名な例は、第一次世界大戦の公式な終わりとなったベルサイユ条約がある。この条約は一方では最も悪名高い平和条約で、歴史学者の中にはドイツにおける反発やナチズムの強につながり、第二次世界大戦を 結果的に引き起こしたとして求断する者もいる。ベルサイユ条約により、ドイツは巨額の賠償金を戦勝国へ払うよう、強制され、第一次大戦を起こした戦争責任を唯一引き受けさせられ、再軍備に関して厳しい制限をかけられたが、これがドイツ国内に深い恨みと反感を呼び起こした。ベルサイユ条約に、第二次大戦を引き起こした責任があるのかどうかについてはさておき、 これは平和条約を作ることに存在する困難を示すものである。その他平和条約の有名な例には、ウェストファリア条約として知られる一連の平和条約がある。これは近代的な外交手法の始まりであり、近代国際法の元祖となり、近代的な国民国家システムの開始ともされる。この後の戦争は宗教の問題をめぐるものではなく、国家の問題をめぐるものとなった。 また、カトリックとプロテスタントの勢力が同盟を結ぶことを可能にし、欧州の再編につながった。共同交戦国のうちの一国が、その同盟国から離脱して、単独に敵国と結ぶ講和。また、複数の相手国のうちのある一国とだけ、単独に結ぶ講和である。第二次世界大戦で連合国は、共同宣言において単独で講和することを禁じた。 数軸国も、また日独異単独不幸和協定などで単独幸和を禁じていたが、大戦後半になると単独幸和に走る国が続出している。戦争終結にあたって敵国を同じくして同盟関係にある全交戦国が共同して幸和条約を結ぶこと。また、ある一国が全交戦国と幸和すること。日本国内では、 太平洋戦争終結後、連合国との平和条約を結ぶ際に単独講和か、全面講和かで論争となったが、この場合の単独講和とは、共産主義陣営を除くアメリカなどの自由主義陣営の国々との講和条約を結ぶという、片面講和あるいは部分講和とも言われるもので、一方の全面講和も、 ソ連や中国などの共産主義陣営を含むすべての国と講和条約を結ぶべきという主張であり、これらは冷戦下における対立構造の中での論争であって、上で述べた本来の単独講和ないし全面講和とは意味や趣旨が異なる。詳細は日本国との平和条約、単独講和と全面講和論を参照。ソ連の継承国となったロシア連邦とは、 北方領土問題が解決されていないこともあり、第二次世界大戦後では唯一かつ未だに平和条約が結ばれていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。